写真拡大。西武は30日、埼玉西武園遊園地でファン感謝イベント、ライオンズサンクスフェスタ2019を開催し、10月に火災により正殿などが焼失した那覇市の首里城の再建を支援するイベントに集まった約5万1000人に、同市出身の山川穂高内野手らが募金を呼びかけ、60万5176円が集まった。また同時に台風19号埼玉義援金の募金活動も行われ、53万7233円が集まった。